パルチダルトという呼ばれているリズムがあります。これは専門家の北さんに説明してもらいます。ただいまご紹介を預かります。パルチドアルト、なんと難しい話ですけども、要するにサンバの中の一つのリズムの形でございます。パルチドアルトというのは昔はそんなに言ってなかったんですよ。ここ何十年ぐらいかな、もともとあるんですけど、それを強調して最近やるようになったっていうのが僕はそう思ってきてますね。今昔もともとそのマラカツとかそのいろんなサンバになる前のものがありまして、それの一つの問題で、要するにサンバってドンストドンスト2ビートですよね。その中にパーカッションがいろいろ入ってきますよね。ね、ふたっとクックックッキキキッコ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 ッとこうね、こういうこうあの何て言うクイーカーってやつね。ね、さあこれで、はい、同じ曲で、どうしよう。いや次スリーツーをやる。スリーツーをやる。はい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 。今まとまりました。これでちょっとこれまとめとけへんかったんで、ここがまとめとけばリズムがまとまるんですよ。分かるようなこと言います。3-2 のルンバクラウェイでやります。ダンス、ショーちゃん。必要なことが大事なこと、大事、大事、嘘大事。3-2 の、ルンバクラベっていうのを説明してもらいますか。すげえ、すげえ。3-2 のルンバクラベ、ただ単にもうほんまにあの3サイドと2サイドに分けましてですね、ダンダンめにおらんっていうあの感じをやってみます。はい、だから B は頭をつく感じにします。 OK、はい、もうちょっとゆっくりじゃないかな。もうちょっとゆっくりめでやる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105 104 105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 
同じ曲をこれでやってみろっていう皆さんからのリクエスト。さあ怖いぞ、何が出るか。怖いぞ。よくわからない感じになっちゃったかな。フュージョン。はい。16ビートのフュージョン。16ビートのフュージョンです。スラップベースですよね。おお。親指で弦をバシバシと。で、翔ちゃんはじゃあ軽やかなカッティング。軽やかですか。俺さっきから実はメロディー弾いてるだけですごい楽ちん。じゃあ、16ビートフュージョンパターンで、それ以上の打ち合わせなしでやってみましょうか。みんながどうアプローチするか行ってみましょう。みんな器用なこと。